こんにちは、リトマンです。先月から始めた毎月のグラケリスの管理動画ですが、思いのほか好評でありがとうございます。しばらく続けていこうと思いますので、毎月10日前後の更新です。よろしくお願いします。ということで本日は5月の管理についてです。最近は天候が崩れることも多くて不安定ですが、気温はだいぶ落ち着いてきました。関東の5月の気温の平均は大体が最高気温25度、最低気温15度、低くても10度を下回ることはほとんどなくなりました。最低気温10度はマダガスカル系の植物にとっては少し寒いですが、この時期は寒さで枯れる危険性は一気に減ります。当然ですが、春から夏の10度と秋から冬の10度では全く異なります。今の時期は朝夕に少し気温が下がっても日中の温度をしっかりと確保できるので、あまり問題はありません。むしろこの寒暖差が植物にとっては大事で、調子が上がってくる時期でもあります。9月に入ればグラキリスは屋外管理に切り替えても OK です。自分の環境に合った栽培方法をちゃんと掴んでいる方は雨ざらしにしてもいいかと思います。ただまだそれができていないのであれば、なるべく梅雨明けぐらいまでは屋根のあるところで管理をするようにしましょう。我が家では起きて葉が出てきた株は屋根やりの外の置き場、まだ芽吹き始め、もしくは芽吹いて間もない株はこちらのビニールハウスに移動させてきました。ちなみにビニールハウス内の温度はこれ見えますかね、最高気温が40度で最低気温が15度程度です。私は冬は室内で管理をしてたんですが、先月の後半あたりから気温が上がってくると、室内では芽吹いてもそのまま葉が枯れてしまったり、ダニがついてきたりしてたので、暖かくなり始めてから室内管理のメリットはあまりないかもしれません。おそらく室内だと乾燥しすぎて湿度が足りないのかなと思いますね。同様の理由で先月末以降の受粉も散々な結果です。なので昼間だけでもいいので、室内から屋内に徐々に出してあげることをお勧めします。水やりに関しては4月と同様に株ごとの芽吹き具合を見て判断してください。ただ気温も上がって乾きも早くなってきたので、4月ほど気を使わずにバシャッと水やりをしても問題ありません。ただしこの時期は天候も不安定なので、突然の大雨などで予定外に土がずっと濡れている状態は避けましょう。なので屋根付きの屋外での管理をお勧めします。植え替えは今が適期です。今のうちに植え替えをしっかりして、夏前までにはある程度根が生育して厳しい夏を迎えられるようにしましょう。その植え替えですが、前から動画内で何度か言ってるように、パキポの根は元気な根でもボロボロと脆いので、私はあまり根は崩さずに植え替えます。遮光はまだしなくても大丈夫ですが、屋外に出したり水やり頻度を高くしたり、急な環境の変化で外に出すと葉が落ちてしまう株が出てくると思います。が、葉が落ちた程度であればあまり心配する必要はありません。ただし開根がブヨブヨになって柔らかくなってきたなどは注意です。あとこの時期になると芽吹き始める株も増えてくると思うんですが、この時期に葉が出ていない株もまだ心配はありません。ただし6月に入っても芽吹いてこない株は少しだけ心配しましょう。あと一つ注意したいのは、この時期の小型のビニール温室は要注意です。夜間の温度が心配で使うのはいいのですが、必ず日が上がる頃にはビニールを開けて風通しができるようにしてください。小型のビニール温室は閉めていると、春以降は晴れた日ではなくてもすぐに50度を超える高温になります。そうなると枝が枯れたり開根が傷んだり、株にダメージが入る可能性が非常に高いです。くれぐれもこの時期の小型のビニール温室での管理は気をつけましょう。ビニール温室に入れているということはそれだけ大事な株だと思いますが、一瞬で全滅もありえます。
ちなみにこの株は去年私の不注意で開根を焼いてしまった株です。人間でいうと火傷なんですけど、この部分わかりますか？もう株がべっこりとへこんじゃって赤くなっています。こういうと元には戻りません。すごい長い年月をかければなんとなく見栄えは良くなるんですけど、それもすごく時間かかります。これも本当に日中 2,3 時間ぐらいビニールハウスを閉めっぱなしにしてしまって50度ぐらいまで温度が上がったことが原因です。ビニール温室で株を傷めてしまうことを考えると、低気温で枯れるリスクの方が今の時期は少ないです。なので今の時期はもうビニールを外して管理した方がいいのかもしれません。あとは発根管理と種まきについてですが、発根管理に関してはもう少し屋内でやった方がいいのかなと思います。私としてはもう確実に最低気温が15度は維持できるぐらいまでは屋内での管理をお勧めします。私の環境の場合はハウス内であればもう15度ぐらいは維持できているようなので、ハウス内には移動して発根管理をしている株はあります。ちなみにこれが去年の秋からずっと管理してますが、葉は出れど全く根は出てない株です。グラグラなので多分リセットした方がいいと思うんですけど、ちょっとこのまま頑張ってみていますが、もうだいぶシワが入ってきちゃってるので無駄なあがきかもしれません。もう少ししたらこれも抜こうかなと思います。種まきに関しては徐々に始めていって問題ないかなと思います。本来は25度ぐらいをキープできる時期にまきたいんですが、ただあまり遅くまきすぎても今度はかなり小さいまま冬を迎えることになるので、それもあんまり良くないんですよね。なので遅くても6月入るぐらいまでには種まきは完了させることがいいのかなと思います。私はだいたい毎年5月のゴールデンウィーク明けたぐらいから後半にかけてまくことが多いですね。この時期が一番カビが出なくてうまく発芽してくれるような気がします。最後にもう一度まとめると、まず置き場に関しては屋内から徐々に屋外に移していって OK です。ただまだ栽培に自信がない方は屋外に出す際は雨が当たらない屋根付きの場所に置くようにしましょう。そして水やりに関してはこちらは4月と同じで株の状態を見ながら徐々に上げていってください。ただ気温が上がってきて乾くのも早くなっているので、そこまで気を使わずに水をあげちゃって大丈夫です。植え替えに関しては今が適期なのでどんどんしていくようにしましょう。その際はあまり根は崩しすぎずに植え替えることをお勧めします。遮光はまだ無遮光で大丈夫ですが、この時期小型のビニール温室を使っている方はビニール温室の中の温度が上がりすぎれないように気をつけましょう。発根管理、種まきに関しては今の時期から徐々に始めていって問題ないかなと思います。以上が5月のグラキリスの管理についての動画でした。来月も10日前後に投稿できたらと思っていますので、よろしければまた見てみてください。では本日もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。ちょうど植え替えようと思ってたグラキリスがあったので、このグラキリスをちょっと今日は植え替えてみたいと思います。根っこは出てるんですが、これうちの土ではない土を使ってて、ちょっと鉢も行き過ぎなので、根の様子を見ながら鉢を変えていきたいと思います。根っこはこんな感じで思ったより根が多くなかったですね。ただ中に分かりますかね、すっごい根がこびりついちゃってるので、グラキリスの根っこって本当にもろくて取れやすいので扱いに注意です。ここまで大きな鉢いらなかったので、ちょっと鉢の大きさダウンしてもいいと思います。あともうこれだけしか根っこないので、ほぼ触らずに植え替えます。
ちの大きさについてはよく言われるのは、未生株は大きめの鉢で余裕を持って植えて、現地球はちっちゃめの鉢で植えるのがいいと言われています。現地球はあまり大きすぎる鉢だと、それだけ水が濡れてる時間が長くて水分持ちすぎちゃうので、腐らせるリスクがあるからだと思いますね。ただ根っこが出てる株に関してはあまり気にしなくていいような気がします。鉢のサイズ一つ下げてみましたが、どうですかね。前大きすぎたかなと思ったんで、まあ、ちょうどいいサイズじゃないでしょうか。これはもうこの後すぐに水やりをしてみじんを抜いてしまいます。こんな感じでグラキリスはもうほぼほぼ根っこは触らずに移植する感じでいいと思います。ただ根鉢になっている時は少しだけ古い根は整理してあげた方がいいのかなと思いますね。こちらのグラキリスももうだいぶ植え替えてないので、植え替えたいなと思います。わかりますかね、これ葉っぱが今もうちょこっとだけ出てるんですけど、これぐらいで植え替えちゃって問題はないです。ただこれ陶器鉢に入ってるので植え替えがかなり大変そうですね。多分だいぶ根が抜けちゃうんじゃないかなと思います。案の定全く抜けなくて、逆さまにしてもこの通りですね。陶器鉢に植え替えたグラキリスは抜くのが本当に大変です。土も多分崩れてもうボロボロなので余計ですね。どうしようかな。もうこういう時はこういった棒を使って、もう根が傷つくのを覚悟で剥がしていくしかないですね。鉢に沿って土を崩していきます。20分ぐらい格闘してようやく抜けました。もうこんな感じです。もうすごいですね、根が。これ多分もう4年5年ぐらい植え替えてなかった株です。土ももうボソボソで、ほとんどもう土は死んでますね。さすがにこれは少し土落としますね、根っこと。
これ分かりますか、この太い根っこ。これ日本に来てから生えた根っこなんですけど、こういう立派な太い根がしっかりと残して、あとのもう細々とした枯れてる根は落としていきます。もうこれだけしっかりした根が出てると結構安心な株です。輸入株でも 4,5 年管理してあげるとこういった太い根が出るので、輸入株は3年で枯れるって言いますけど、本当管理次第ですね。根を整理しました。これぐらいまで落としてます。あまり根を触るなとは言ったんですけど、もうしっかり太い根が出てるんであれば古い根は全部整理してしまっても問題ないかなと思います。これで新しい鉢に植え込んでいきます。だいぶ苦労して植え終わりました。この一株の植え替えだけで 3,40 分ぐらいかかってますね。クラゲ率ってあまり植え替えしなくても問題ないんですけど、あまりに土が粉々になりだすとちょっと心配なので、ただ輸入株だとほんと 4,5 年単位ぐらいの植え替えで全然問題ない気がします。これも今度植え替えるのはまたいつになるかなって感じですね。